我们刚才介绍第一组，这一组呢，很多人非常非常的好奇，他们是来自于日本熊本的 idol group SKK。我们来介绍一下这个偶像团体吧。这个团体非常特别哦。小苗，你知道 SKK 代表是什么吗？有人现场的大家知道 SKK 代表什么吗？不是老 Coco 哦，这有点老了，不好意思，这个梗太老了。SKK 代表的呢是子宫颈癌抹片检查。是这样子的吗？偶像团体的名称吗？没错、okay。一般偶像不是应该是以爱与梦想为目标吗？但是这一团呢，他们是以推广子宫颈癌抹片检查为目标。可是是一个很重要的事情。没错。因为当然大雄是男性啦，我们讲可能有点不好意思，可是。女性好像我记得成年了之后，这是一个必须要重视的议题，对，因为是身体健康的一个很重要的关键。那子宫颈癌，我记得在台湾是女性癌症死亡的第三名，第一名是乳癌，第二名是卵巢癌，第三名子宫颈癌。所以我相信每个人，当然不是每个人都有子宫，可是每个人可能都会有母亲，不是每个人都有子宫，对，因为每个人都有妈妈。那你身边一定会有女性，或是你心爱的女性。是。那其实我觉得，身为男性，我们也应该要负起我们的责任去，保护我们心爱的女性，去关心身边女性的健康。对，健康的意识是非常非常重要的。那当然呢，在日本推广各式各样的东西，我们都可以发现他们有很多很奇怪，或者甚至是很有趣、很创新的方式。SKK 他们选择的方式是好，那我们来做偶像团体，真的很特别，这个。其实想想啊，我不知道大家觉得怎么样。今天听完 SKK 这个团名了之后，你会不会觉得比那种电视上面讲的十几二十年的六分钟呼吸声还让你印象深刻？至少对我来说，我已经印象超级无敌深刻。SKK， 我就突然知道它到底代表什么。对，它的全名呢是 SKK Twenty Act。哦 ，Twenty Act 是什么意思 ？Twenty Act 就是从20岁就要开始的意思。哦。所以日本是成年20岁，没错。好，所以我想呢，今天撇掉他的本意不说，他们精彩的表演呢，在昨天的舞台上面，大家可能已经略见一二。但是呢，我相信最精彩大家还没有看到。今天呢，他们要带给我们精彩的演出了。那小亮，我们就一起来欢迎他们登场吧！掌声。Bye.
メドレー。いきます。いきますよ。ミュージックスタート。
不拉伊兹，ということで、SAK は熊本からやってきました。From 熊本インタカイ。インタカオ。初タカオ。初タカオ。ファースト回ですね。タカオファースト回。2月フェブラリー、台北、そして、今ナウ、高尾、そうということで、我々日本から熊本からやってまいりましたけども、非常にね、何でしょう、緊張しておりましたが、そう、ドキドキで、今日も、皆さんからのこのパワーでめっちゃ元気、めっちゃ元気。ということで次は楽曲はボーカロイド。ボーカロイド。ボカロソング、の、漢字4文字。漢字。一心不乱。一心不乱わかる。一心不乱わかるかな。梅虎さん。ということで、ネクストソングは、ボーカロイドのナンバーで、一心不乱ミュージックスタート。I'm gonna make you mine.
終了終了で、あと半分やめないかな、あと半分、あと半分、あと半分は、SKK、オリジナルソング、オリジナルソング、オリジナルソング、僕たちの、SKK のオリジナルソングを何曲だろう、1、2、3、4、4曲、最初の曲は、ジャパニーズフィーリングソングジャパニーズっぽい、日本っぽい曲、そうなんです、そうそう、和風な曲なんです、ジャパニーズソングっぽい、まゆみちゃんのセンス見えるんですか、これこれ使ってありますので、ぜひ皆さん盛り上げてください、次ネクストソング
ヒロキメイン、ヒロキメイン、ヒロキメイン、ヒロキメイン。ジャパニーズロックナンバー、ロックナンバー。みんなからのこうパワーを、モア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 パワー、モアモアパワー。ヒロキ、ヒロキモアパワー。オーケー、じゃあ、STA、ネクストソングは、ロックナンバー、BV、ミュージックスタート。いっぱい喋るからね。でもね、今日で
高尾が、今日で我々来て、3日目です。明日、日本に帰るんですけど、トゥモロー日本に帰りますけど、まあ、今日、This stage、まあ、SKK、まあ、今回、This event の、ラストステージになりますので、また機会があったらね、あのメンバー、SKK メンバー、5プラス3 3人、オールで8、8メンバーがいるんで、また今度は、高尾にオールメンバーで感謝したいと思ってます。したいと思ってますので I'll be back。私のネクストソングはまたまたロックナンバーなんで、はい、皆さんでモアモアパワーで、モアモアパワー、では参りましょう。ネクストソング、救える声はここにある。ミュージックスタート。Only one disc.
Yeah.
Check it。